り少ないラスベガス生活の一日の Vlog を撮っていきたいと思います。今日は7月6日、帰国するまで残りあともう5日を切っております。昨日いつも行けなかったラスベガスのダウンタウンであってるファーストフライデーというところに行ってきました。そこでこのハーレーダビッドソンの T シャツを10ドルでゲットしました。今日の1日は今から USPS に荷物を3つ送りに行って、その後レンタカーを借りに行って、レンタカーを借りた後はアウトレットにキャリーケースを買いに行って、その後今この乗ってる車を売りに行きたいと思います。この車何年乗ってきた、この車は5年くらい乗って愛着がありますが、もう日本帰るので売るしかないので帰りたいと思います。いつも起きない時間に起きて、もう顔がパンパンでございます。しかしちょっともう早起きしないと引っ越し準備が間に合わなさそうなので、もう必死に起きております。この建物が立ち終わる前に私たちは日本に帰っちゃいます。ここの外観がどうなってるか今後気になりますね。So this is 2655. Okay. Hi. Customs. Hello. Customs. Hi. 段ボールを3箱分送りました。1パックは34ポンド 2.8 オンスで206ドル55セントでした。あとはもう一個は49パウンドで270ドルしました。そしてもう一個が47パウンドで262ドルでした。合計全部で739ドル飛んでいきました。しょうがない。この前も400ドル分ぐらい、400ドルもないか、まあでも400ドル分ぐらい送ったんで、もう荷物を送るだけで1000ドルぐらいかかっております。本日はここのアドバンテージレンタカーを借りたいと思います。 I have a reservation. Have you been here before? No. Okay, we need a utility bill that matches the address on the license.It can be electronic or paper. We hold $750 for the security deposit and we restrict the miles $150 per day. You got the utility bill? Utility bill? Utility bill. Nevada Energy. Nevada? No. I don't have yeah, can't today. Do it. Ah, daddy. Okay. I will back. I have like. It has to be in her name. Oh, daddy.Her name or not? Jason said there's no reason to come on top. You know why they play on top. Oh, it's 150. Oh, you can't say the key name. Did you change the name? No. I can't cancel, so. Oh, I can't change names. Sayaku Najitai Gaukimashita. Advantage Nitara. Utility Bill.毎月の支払いの証明書がいるのと、しかもそれが予約者の名前のユーティリティビルじゃないといけないらしくって、私の名前でそういうのは作ってなくて、でもレンタカーは私の名前で取っておりまして、そしてもうキャンセルも6時間前とかじゃないとダメで、156ドルがパーになりました。最悪。あんまりここのレンタカーは良くないみたいです。デポジットも
750ぐらいかかるみたいに言われて、まあ、デポジットはどこもかかるけど安い分あんまり良くないみたい。最悪。あっちのレンタカーじゃなくてこっちの空港の方に来ました。こっちは多分ユーティリティビルとかいらないと思うので、もう時間もあんまりないし疲れてるので、こっちの空港で借りてみたいと思います。泣けてくるね。結局ペイレスレンタカーっていうところで車を借りまして、470ドルぐらいかかりましたが、とりあえず借りれましたので良かったです。いいの重要。これを借りました。これを今日私は運転していくという感じですかね。ダッチチャージャー。ダッチチャージャー、初めて見た。ここに前は黄色とカーキを買って黒も買ったので、4つ目はオレンジのキャリーでございます。お釣りが4ドル99セントだったのに5ドルで返してくれた。優しい。あの人めんどくさいから、まあ、めんどくさいのもあるけどさ、え、でもそんなさ、そんなお金適当でいいのってなんない多少で、こっち。ああ、まあ、ああいう路面店ってのもあるよね。大葉でオレンジを買いました。すぐ分かるよね。でもこれピックアップするとき、キャリーは大きいサイズで65ドルでした。加速が早いかも。すぐなんか45マイルとかなる。このアウディともさよならなので、最後売る前に洗車しときます。あー寂しい、これなくなるの泣きそう。この車で LA 行ったり、ヨセミテ公園も行ったし、ユタに釣りもめっちゃ行った。これで最後にアウディを取っときましょうかね。ダッチチャージャーかっこよすぎるだろ。最高だ。さよなら、アウディ。こんな感じのアウディに乗っておりました。ライトはかっこいいね。ピカピカやん。車内はねこんな感じになっておりましてね、お世話になりました。ここがね黒の感じでね、いっぱい乗ったからね、こうやって革もそれなりに馴染んできて、一応サンルーフもついてたしね。こんな感じでしたよ。今現在のラスベガスは45度となっております。この45度の中掃除機かけております。もう汗出すよ、汗出す。ダッチチャージャーの荷台が思ったより広くて便利。こんな大きなキャリーも結構すっぽり入るから便利だなと思いました。ダッチチャージャー。アウディを売りにサハラのカーマックスにやってきました。あー、この前査定出したからね、それよりもしかしたら値段が下がってるかもしんない。つらい。それは A4?A4? Yeah. And what year is it? 2019. Okay. And what color is it, please? Black. Black? Okay. あっちに行くと中古車がいっぱい売られていますので、45度の暑い中ちょっとだけ車を見てみますか。中古車いっぱいある。しょっぱなベンツがある。しかもクーペタイプ、2ドアのやつね。2021年メルセデスベンツ C クラス、3万8000マイル 2WD か。
それでこれいくらなんだろうね。値段が3万ドルぐらい。こっちには日産とかね、日本車もあるから。なんだろうこれ、日産ローグとかかな。え、何これ、2013年の日産パスファインダー SV、 15,000 ドル、94,000マイル走ってる。なかなか走っておりますが、まあ、日本車なんで強いでしょう。ジープラングラーかっこいいね。カクカクカク、ジープラングラー、2018年のジープラングラー、33,000ドル。でもこれにプラスタックスだから35,000ドルとか、4万マイル走っております。ジープかっこいいけどね、後ろの座席の乗り心地がね、もうあんま好きじゃないんだよね。見た目はすごいかっこいいけど、ちょっともうやばいやばい、暑すぎ。さすがにちょっともう45度の中こんな歩いてたら暑すぎるんで、中に入って待っておこうと思います。みんな車を買いに来ております。広いカーマックス。あー、最悪なことに、なんかタイトルがかっちゃんの名前、かっちゃんの名前にしてなかったから。名前はそうだ、やばい。車が売れないと DMV に行って申請しなきゃで、多分7日間ぐらいかかるっぽくて、え、もう間に合わない、やばい、ちょっと考えようっていう感じです。まさかのカーマックスに行ってアウディ売れなかったので、レンタカーを返しに来ました。ちょっとだけダッチチャージャー乗れたんで、まあまあ、とりあえずレンタカーは1日だけチャージ代を取られて、あと3日分は返金してもらえるとのことなので、返金してもらいます。こういうとこアメリカ良かったけど、車は売れないけど日本に帰らなきゃいけないっていう、もう意味わかんないことが起きてますので、とりあえずご飯でも食べて一回落ち着いて考えたいと思います。今日は波乱万丈な一日の Vlog でした。まさかこんな Vlog を撮るとは思ってもなかったね。もうおったまげるよ、もうこれ。そんな感じで今日の Vlog 終わり。Bye.